皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、勝手にゴリラカップと称してとあるランキングをやってみようと思います。勝手にバレエ鑑賞動画20本になりました。今日はこのレジェンズたち、一体誰が一番多く再生されたのかというランキングを作ってみたいと思います。また皆さんのコメントなども紹介していきますので、ぜひ最後まで見てください。皆さんお分かりかと思いますが、レジェンドダンサーたちを評価するようなランキングではございません。僕の編集の技術だったり、いつアップロードしたか、曜日、タイミング、まあいろんなものが関わってくると思いますが、ランキングにしてみるのも一つ見やすいかなと思って、今回は、こういう企画を考えてみました。どうか気楽に自分の推しのダンサーがどれぐらい再生されているのか、まあそんな気持ちで見ていただければと思います。またゴリラの生態系、まあ僕の拙い踊りですねと、追悼動画に関しては今回ランキングから排除させていただいています。それでは早速ランキングいきますよ。ノンストップで20位から1位までレッツゴー。第20位、イタリアの貴公子ロベルト・ボッレ、4376バナナ。男性バリエーションと女性バリエーションの曲を入れ替えるという動画で、比較的短い、4分弱の動画でしたが、たくさん見ていただけて嬉しかったです。さあ続きまして、第19位、男性バレエの父バフタング・チャブキアーニ、5795バナナ。数々の作品やバリエーション、テクニックを生み出したレジェンドです。パリの炎の作品の歴史を通してバレエにおける演劇性の重要さ、そして現代と初演当時の踊りの比較など、たくさんのことを話させていただいています。かなりお気に入りの動画なので、ぜひ皆さんにもっと見てもらいたいです。さあ続いては第17位、ザ・バレエオリバー・マッツ、6044バナナ。どこをどう切り取ってもバレエ、ただそれだけではなくテクニックがめちゃめちゃ強いです。特にアンデダンピルエットでびっくりしたい方はどうぞご覧になってください。またベルリンの白鳥の湖の解説も少しさせていただいております。バレエ団全体で舞台を作り上げるといったプライドを感じられる素晴らしい舞台です。また演出がとても変わっていて、ラストのシーンは必見です。それでは次に行きましょう。第16位、英雄ウラジーミル・ワシリエフ、16666バナナ。かっこいいの塊みたいな人ですよね。自分のスパルタクス体験やスパルタクス愛も重なってやや暑苦しい動画になっていますが、1万回再生以上を皆さんにしていただきました。ありがとうございます。熱のこもった、解説動画になっていますので、ぜひご覧ください。第15位、男の中の男イレク・ムハメドフ、19026バナナ。キャリアも踊り方も本当にドラマチックなダンサーですよね。そしてパワフル、サポートも鉄壁です。まさに男の中の男、力強いテクニックとコントロール、ムハメドフ先生がいれば絶対安心ですね。第14位、床使いスーパーピルエッタローランド・サラビア、11553バナナ。テクニック特集最終回でご紹介しました。世界中がびっくりのスーパーピルエットはもちろんなんですけれども、この床の使い方とかですね、本当にエレガントで、アームスもとても綺麗だし、本当に素晴らしいダンサーですよね。びっくりです。まあいとも簡単にバレエを踊ってるように見える、まあ、そんなウルトラなダンサーのご紹介でした。第14位、マリンスキーの鳳凰イーゴリ・コルプ、13907バナナ。同じバリエーションを違うダンサーで比べる企画でご紹介しました。マリンスキーらしいしなやかさとスタイルの良さ、そしてコルプ先生独特の浮遊感とこのセンスですね、そして力強さ、足の甲がまるでブーツを履いているようなとても美しいダンサーです。花がありますね。第13位、キングルドルフ・ヌレーフ、14222バナナ。
もはやヌレヨ先生について言うことはありませんが、記念すべき僕の第1回目の動画なので、今とは全然違うテンションだったり、まあ、編集だったりっていうところを注目すると、それはそれで面白いかもしれません。今度またしっかりとヌレーフ先生動画を作りたいと思いますので、その時はまたぜひご覧ください。第12位、永遠の王子ウラジーミル・マラホ、15591バナナ。マラホ先生の出現の前と後でバレエが変わったと言っても過言ではないでしょう。まあこれだけ美しく柔軟性があって、さらにテクニックもありましたからね。衝撃ですね。今でもなお美しいです。さて続いては第11位、南米のスーパーヒーローカルロス・アコスタ、16850バナナ。黒人系において初めてのロイヤルバレープリンシパルになったアコスタ先生、すさまじい切れ味とこのピルエットなどのコントロール、完成度、テクニック、かー、何度見てもすごいです。ちょっと見ているこっちが、嫌になってしまうぐらいすごいですね。この後出てきた南米系のダンサーは全てアコスタ先生の2番煎じに見えてしまうほど確立されたスタイルと圧倒的カリスマ性がありますね。いよいよトップ10です。第10位、孤高の鬼ぞりカリスマファルフルジマート、16937バナナ。ダンサーたちからも憧れられる個性の強い孤高のセクシーカリスマ鬼ぞりダンサー、それがルジマートフ先生です。実は僕の働く劇場に最近少しだけ芸術監督として来てくれたんですが、レッスンのやり方、ダンサーたちへの注意を見ていてもやはりこだわりがすごかったですね。あととんでもない存在感でした。めちゃめちゃかっこよかったです。存在感という意味では今まで見てきたダンサーで一番すごかったかもしれません。この写真、初めての劇場ミーティングの時のものなんですが、ほとんど喋らないですし、サングラスですし、いやもうなんかすごすぎて、一瞬ホアキン・フェニックス演じるジョーカーが入ってきたのかなと、それぐらいの緊張感と、いやでも結構顔が本当に。第9位、ソビエトの超人ユーリ・ソロビオフ、17495バナナ。当時からニジンスキー先生と比較されるほどのですね、スーパー跳躍力を持つソロビオフ先生ですが、まあ、僕の中ではぶっちぎりで世界一のこのアントラシャーシサーですね。まあ、ただ37歳で亡くなってしまってですね、そのソビエトの体制に苦しんでいたという、まあ、少し悲しい、バックグラウンドを持った、ダンサーのご紹介でした。第8位、もがき苦しむ天才アーティストセルゲイ・ポルーニン、18404バナナ。まず若くしてバレエの実力で世界のトップに君臨しました。美しいつま先、高いジャンプ、正確なテクニック、いで立ち、歩き方、立ち方、上半身、もう全てが完璧です。全てを高水準でこなすスーパーハイブリッドダンサーです。見てください、この5番プリエ。まあそれがゆえにですね、その後注目されビジネスと芸術の狭間で苦しんだり、持ち前のアーティスティック性が前面に出てきて苦しんだりと、映画界に進出したり、時はこうかなり荒れてる時期もあったようですが、現在進行形で自分の体を通してさまざまな表現を模索するアーティストです。続きまして第7位、ミスター・パーフェクト、フェルナンド・ブフォネス、19446バナナ。生まれ持ったセンスや花はもちろんなんですが、まあ、天才的というよりかはですね、練り上げられたこうバレエの神髄を楽しめる、そんなウルトラレジェンドダンサーですね。踊りからこれほど喜びを感じることができるダンサーもとても少ないと思います。僕の超お気に入りダンサーですので、ぜひ多くの人に見ていただきたいと思ってます。もうすぐ2万再生ということで、とても嬉しいです。ありがとうございます。あ、かっこいい、やっぱりかっこいい。第6位、ファンタジスタフリオボッカ、23005バナナ。第1回テクニック特集で取り上げさせていただきました。もはやフリオボッカと命名するしかないようなですね、ちょっとすごすぎてちょっと何やってるのか分かんないっていうような、テクニック満載の非常に明るいですね、アルゼンチンの、
ファンタジスタですね。どんなに難しいテクニックでも綺麗に、そして華麗にさらっと見せてくれるんですよね。いや、こんなこと本当できないからぜひ、何度もリピートしてみてください。さて、ここからはトップ5です。トップ5からはですね、皆さんのコメントもピックアップしていきたいと思いますので、ぜひ楽しんでみてください。それでは早速いきましょう。第5位、キングオブクイーン、ニコライ・チスカリーゼ、24,956 バナナ。男性なのに女性よりしなやかで美しい、それでいて濃いキャラクター、でも常に可憐で気品がある。そんなティスカリーゼ先生のしなやかさの秘密だったり、普通の人とはどこが違うのかなどを解説させていただきました。めぐみ佐藤さんのおっしゃるように、現在は我がノアバレエ学校の校長として世界一美しく、過酷な我がノアの伝統、そしてバレエの伝統を守り伝えていくご活躍をなさっています。第4位はこの人、絶対王者、イーゴリ・ゼレンスキー、28,284 ゴリラ。190センチ近い体から、この身体能力ですよ。そして存在感、厳しさ、迫力、素晴らしいですよね。ダイナミックですし、あのセルゲイ・ポルーニンも強く憧れて自分の体に顔のタトゥーを入れるほどですからね。ものすごい存在感、影響力を持ちます。少し前にうちの劇場の監督だったこともあり、劇場ダンサーや、まあ、その他の、方々からも振り付け家とかね、たくさん話を聞きますが、とにかく怖いとか厳しいとか、まあいい意味ですけど、そういう話をたくさん聞くので、このぐっすりチャンネルさんのコメントにはびっくりしました。これは本当奇跡に近いんじゃないですか。もしくはぐっすりチャンネルさんが、女王か何かなんでしょうか。気になりますね。第3位、回転鬼神、バット・ウドバル、28,833 バナナ。もはや笑うしかないレベルのとんでもないテクニックモンスターであられる、モンゴルのですね、バット先生なんですが、これなんと手術明けのリハーサル映像だそうです。いや、もう本当にね、笑うしかないですよね。ただ直接メッセージいただいたりして、もう人間性も本当に素晴らしい方でですね、ちなみに最近バット先生のオンラインレッスンが始まりましたので、気になる方は、コメント等で、書いてくださると嬉しいです。椎茸ピーマンさんのおっしゃる通り、悶絶テクニックの中にも美しさが際立っており、いや本当に頭バグりますよね。わかります。そして第2位、スーパースター、ミハイル・バリシニコフ、29,692 バネーネー。問答無用ですよね。現在も活躍を続けるスーパースターといえばこの人ですよね。バレエってかっこいいんだっていうのを世界中に示してくれました。男の子なら必ず真似して必ず通る道ですよね、バリシニコフ。森ぐりさん、ナイスコメントです。もう本当そうですよね。世界中でビデオ擦り切れてると思いますよ。まあテクニックもちろんですけど、やっぱ圧倒的なのはカリスマ性、スター性ですよね。まあさすがです、かっこいい。さあ、いよいよ第1位はこの人、俺には関係ねえ、太陽神、パトリック・デュポン、32,208ベネイネ。いやー、というわけで再生回数1位はみんな大好きパトリック・デュポン先生でした。いや、もう本当にもう力と勢いで押し切ったって感じですね。いや、押し切られました。この三千たる輝きとですね、爆発力を頬を緩めながら、きっと皆さんも鑑賞されたんではないかなと思います。デュポン先生も喜んでるんじゃないですかね。好きな風に見ていいよみたいな。いやー、素晴らしい。ゆずきけいさんのおっしゃる通り、本当ビデオとか画質とか関係ないですもんね。もう溢れてますから。いや、これ生で見たら本当失神しますよね、きっと。いかがだったでしょうか。というわけで現状はですね、再生回数トップはパトリック・デュポン先生でした。
もう一度お伝えしますが、これはあくまでもですね、動画のウォッカゴリラチャンネルの中の動画の再生回数のランキングなので、決してダンサーを比較するようなものでは全くございません。どのダンサーもスーパーダンサーでレジェンドでウルトラでございます。まあただですね、皆さんの推しのダンサーどれぐらい再生されたのかな、どういうみんな傾向にあるのかなとかですね、まあ多少参考になるのかなとは思いましたね。改めてですね、皆さん個性的でなんかバレエに生きてるって感じで、もう素敵ですね。バレエって本当素晴らしいなと思います。これからはですね、近代編も含めてですね、どんどんすごいダンサーたちを紹介できればなと思います。またオタッキーなバレートークもぜひ皆さんと楽しみたいと思いますので、よかったらご覧ください。細々と始めましたし、全然宣伝もしてないし、アップロードする時間とか余分もめちゃめちゃだし、そんなんなのに、たくさんの方に見ていただいてね、3万回再生とか、もう本当に、皆さんと一緒にバレエを見れて嬉しいです。それではまた次の動画まで、バイバーイ。